おはよう。おはようございます。何鈴田君、やけに朝から暗い顔してんじゃん。いや、今日の病棟のスケジュール見てくださいよ。え、入院4件にオペ出し2件、退院出しまでも、こりゃ相当まずいな。しかも僕の受け持ち青木さんいるんですよ。え、青木さん？青木さんってあのクレマの？そうです、そうです。あのこの前僕が受け持った時もこっぴどく叱られちゃって1時間ぐらい部屋から出られなかったですね。1時間？俺は受け持ったことないからわからないけど、話を聞く限り相当ヤバそうだね。対応注意しないと。いや、もう対応注意どころじゃないですよ。ただでさえ今日忙しいってのに、今日は無事で帰れるのかな。手伝ってあげたいところなんだけど、俺も結構忙しそうだからな。できるだけ協力するから、インシデントだけないように頑張ろう。そうですね。それでさ、もうびっくりしちゃった、はい、この前も新しいラーメンできたじゃない。あれ言ったんだけど、もう私の大の苦手なの、こんなに嫌いなの、もうあんなに食べたんじゃない。まったく、相変わらず朝から元気なおばちゃんだな。今日の忙しさを知らないから、あんなに元気でいられるんだろうな。ねえ、それでね、そのラーメンがちょっと、ババさん、今日やばいですよ。何よ、そんな騒いじゃって、何がやばいのよ。今日入院4人もいますよ。絶対忙しいやつだ。あれ、ほんとね。まあでも、きっとなんとかなるわよ。うん、なんとかなるって、いつも他人に頼りまくってるくせによく言うな。おはようございます。おはようございます。おはよう。あ、今日津田くんもいるのね。じゃあ安心だわ。安心って何がですか？今日めちゃくちゃ忙しそうなんですよ。いえ、僕今日早く帰らないといけないんですよ。あれだ、何か予定でもあるの？はい、仕事終わりに旅行に行くんですよ。しかも車で行くから夜通し運転なんです。あら、やだ、若いっていいわね。私夜通し運転なんて絶対無理よ。ほら、夜の9時にはもう眠くなっちゃうじゃない。もう夜通し並みには勝てないわ、もう。そんなことできるのもね、若い今のうちだけなんだから。まあでも、そういうのもいいわよね。私も若い頃はよく夜中に友達と遊んだわ。今振り返ってみると何の生産性もない時間だったななんて思うけど、あの頃はあれが青春だったのよね。タバコやポマード、ガソリンの匂いにネオン街、あの頃はいい時代だったわ。何おしゃべりしてるんだよ、早く情報収集しちゃいなさい。もう、はい、はい。新庄君、おはよう。おはようございます。ねえ、ちょっと聞いてよ、私のところ今日すっごく忙しいのよ。今日はみんな忙しそうですよね。新庄君のところはどうなの？自分のところもまずまず忙しそうですよ。入院はついてるのかしら？いや、入院はついてないですけど。あら、そうなの？じゃあ今日はたくさん手伝ってちょうだいね。いや、入院はついてないですけど、自分のところも忙しいですよ。何言ってんのよ、新庄君ならそれぐらいの業務量ね、ちゃちゃっと終わらせちゃうじゃない。いやいや、そんなことないですよ。僕なんかより馬場さんの方が100倍動けるじゃないですか。そうそう、伊達に何十年も看護師やってないからね。経験年数なら誰にも負けないわよ。ってバイト、誰がおばさんよ。いや、誰もそんなこと言ってないよ。まったく、そうやってすぐ人をおばさん扱いして、ほら、おしゃべりしないでさっさと情報収集しちゃいなさい。あ、はい。いや、話しかけてきたのは馬場さんだろう。夜勤から申し送りをしていきます。夜勤帯は特にインシデントなく終了しています。ただ3号の青木さんがかなりクレームを入れてきてまして、看護師の対応が悪いとか、同室の患者の声がうるさいとかで、かなり異動性がありますね。担当の方は対応注意でお願いします。では夜勤から申し送りは以上になります。お疲れ様でした。青木さん、相当怒りんぼさんみたいね。今日の担当さんは誰かしら？僕です。鈴田くんね。まあ、青木さん対応注意していきましょう。まあ、それでも自分が対応しきれないと思ったら、新庄くんとか先輩に頼っていいからね。はい、ありがとうございます。じゃあみんなで頑張ってやっていきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。田中さん、失礼します。おはようございます。はい、おはよう。相変わらず田中さんは元気そうね。そりゃもう元気ですよ。ほら、その証拠に足の筋肉もカチカチでしょ。こう見えても若い頃は陸上をやっていたから、この年になってもこの筋力は。はい、じゃあ検温していくわね。まず体温計と血圧も一緒に測っちゃいましょうか。そうそう、ちょっと聞きたいことがあるんですが。何かしら？食後に甘いお菓子でも食べていいかなと思って。
ほら、入院中はダメって言われてるでしょ。だから1日1回とかでもいいからさ。なんかさ、入院中はダメって言われてるんでしょ。だったらダメに決まってるじゃない。そこをなんとか。こんなことお姉さんにしか頼めないんだよ。お姉さん？私のこと？そりゃそうですよ。お姉さんなんて大げさね。まあそこまで言うならちょっと考えてもいいかもしれないけど、ちなみに私いくつに見えます？そうだな、80ってところかい？ば、失礼ね。そんなに言ってないわよ。まだピチピチのね、20代よ。バカ言っちゃいけねえよ。こんな貫禄ある20代いるわけないでしょ。まったく嫌になっちゃうわね。せめて羊羹1個とかでもダメかい？あげたい気持ちは山々だけど、私の判断では決められません。手に何か持ってるわね。ちょっと見せて。あー、いや、ちょっと羊羹じゃないの。どうしたのよこれ。隣のじいちゃんが一つくれたんだよ。西さんの仕業ね。西さんにも注意しておかないとね。田中さん、これは預からせていただきますね。ああ、それはうちの宝なのに。じゃあまた来ますね。失礼しました。誰も気にせず羊羹を頬張りたい。まったく田中さんも困ったものね。馬さん、どうしたんですか。そんなイライラしちゃって。聞いてよ、田中さんったらね、ほんと失礼なこと言うんだから。なんて言われたんですか。私がいくつに見えるって聞いたら、なんて言ったと思う。なんと80って言われたのよ。ほんと失礼よね。そうですね。ちなみに津田くんはいくつに見える。そうですね。20代ですね。そうよね、まだまだピチピチの20代なんだから。はい。さすがに20代はちょっと無理があるよ。看護部長って言われてもおかしくないよ。あ、そうそう、あの隣の西さんがね、田中さんに羊羹あげてたらしいのよ。他の患者さんにもね、お菓子配ったりしてるみたいだから注意しないといけないよね。そうですね、そのように言っておきます。よろしく。はい。そういえば、すすたくん全然見てないけど、どこ行ったかわかる？いや、見てないですね。そっか、ちょっと探してくるわ。はい。だから何度言えばわかるんだって。俺はほうじ茶じゃないとダメだって言ってるだろ。あ、ですから、うちの病棟では緑茶しかありませんので、こちらでお願いします。無理だね。だったらコンビニとか行って買ってこいよ。患者が言ってるんだろ。いや、しかし。あとだよ、このアイスの。これ、ぬるくなっちゃってるんだよね。え？そんな気遣いもできない看護師なんか、どうかしてるでしょうが。申し訳ありません。すぐ、お取り返します。そう。ちょっと、スズタ君、どうしたの？青木さんに捕まっちゃって。ちょっと、向こう行こう。なんか言っちゃったの？いや、僕は普通に接してるつもりだったんですけど、なんか対応が気に入らなかったみたいで、やることのすこと全部否定されちゃって。そっか、青木さん対応注意って言ってたもんね。多分今すすた君が言っても火に油注ぐだけだから、俺が対応してくるわ。いや、そんな悪いですよ、新庄さんって忙しいのに。それにきっといろいろ文句言われて時間取られちゃいますし。何言ってんの。厄介な患者さんの対応は何にもしてきたから大丈夫だよ。こう見えてもそういう患者さんの対応は得意なんだから。今イライラしてるはずだから、少し時間置いて行ってみるわ。そうですか。まあ任せといて。すいません、ありがとうございます。厄介な患者さんの対応として、まず否定は絶対ダメだな。おそらくさっきの件で青木さんはイライラしてるはず。こっちはとにかく冷静に傾聴していこう。ま、少し時間も経ってるし、さすがにイライラも多少は収まってるだろう。青木さん、失礼します。なんだよ、さっきの看護師じゃねえのか。あ、すみません、すすたですけど、ちょっと検査に追われてしまいまして、僕が代わりに持ってきました。こちらアイス飲んです、どうぞ。
おい、なんだよこれ、カチカチじゃねえかよ。あ、申し訳ありません。少し経ったら使えると思いますので。少し経ったら？俺は今すぐ使いてえの。こんなカチカチだったら頭の下置いてねえじゃねえかよ。申し訳ありません。なんだよ、少しは考えろよ。おい、あと、おい、このテレビ、これどうやったら見れるんだよ。あ、そちらのテレビですけど、テレビカードを差し込んでいただくと見れます。なので1階の売店でテレビカードを購入していただいてもよろしいですか。は？テレビカード、それいくらなんだよ。24時間で1000円になっております。1000円？こんな1日で1000円も取んのかよ。じゃあ1ヶ月いたら3万もかかんのかよ。申し訳ありません、そういう決まりになっておりまして。ふざけるなよお前、もうちょっと気遣いちゃんとしてほしいよね。ああ、そんな一日テレビ買うなんてどうかしてるよ。おい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 、全然イライラ収まってねえじゃねえか。むしろどんどんクレームが出てくるよ。逆に何だったら納得して話を聞いてくれるの。新庄さん全然帰ってこないな。ん？何よ、どうしたの？あ、いや、さっき青木さんにかなりクレーム入れられてしまって、それを新庄さんに相談したら新庄さんが対応してくれるってことだったんですけど、それ以来全然戻ってこなくて大丈夫かなと。朝言ってた青木さんね、やっぱりなかなか厄介な患者さんみたいね。そうなんですよ、こっちの荒探しばっかりしててケアしにくいったらありませんよ。それは厄介ね。新庄君も捕まってなきゃいいけど。新庄さん大丈夫でしたか？大丈夫じゃないよ、完全にやられた。何か言われました？何かというか、全てのことに対して文句言われたよ。挙句の果てには帰らせろだって。本当ですか？もう今週中には帰るって言って聞かなくなっちゃってさ。そんなのはこっちには決められないから、とりあえず医師に相談するって言って戻ってきたけど。何よそれ、むちゃくちゃじゃないの。もうあの人には何を言っても無駄だなって感じでした。もういい、ちょっと私がガツンと言ってくるわ。いや、さすがに馬場さんでも青木さんをなだめるのは無理だと思いますよ。そんなのやってみないと分からないじゃない。ちょっと待っててちょうだい。青木さん、失礼します。なんだよ、また違うやつかよ。違うやつでごめんなさいね。なんか帰りたいっておっしゃってるみたいね。帰りたいんじゃなくて、もう帰るの。こんな病棟もいられねえよ。あ、やだ、それは困ったわね。何がそんなに嫌なのかしら。いや、お前らはよ、いや、ここの看護師のやつらは全く気が利かねえんだよ。何でもかんでもダメだダメだって。こっちはいろんな検査とか、リハビリしてストレスが溜まってんだよ。それなのにそれを汲み取ろうともせずによ、どうなってるんだよ。そうね、確かに入院はストレスもかかるし、嫌になる気持ちもよくわかるわ。いや、お前らに患者の気持ちなんかわかるわけねえだろ。なあ、そんな患者の気持ちも汲み取れねえでよ。どうせこれもクレームだとか言って俺のことを煙たがってんだろうが。なあ、だったらこんなところを出てってやるって言ってんだよ。何言ってんのよ青木さん。私が何年看護師やってると思ってんの。看護師っていうのはね、患者さんの一番近くで接することができる職業なのよ。患者さんが何を求めていて何を考えているのかっていうこと一番理解しているつもりよ。でもね、だからといって患者さんの要望を何でもかんでも叶えるわけにはいかないわ。青木さん、今は入院中よね。だから普段通りの生活ができないってこともわかるわよね。まあそりゃそうだけど。何も看護師は患者さんに意地悪をしようと思って否定してるわけじゃないわ。さっき来たスタ君も新庄君もそうよ。患者さんが健康になって元気に帰っていくっていうゴールはみんな同じなの。ただ時々そのゴールから外れようとする患者さんもいるわ。そんな時は看護師がこうやって注意をさせてもらうわね。もちろん看護師だって完璧じゃない、言い方が良くないことだってある。そこは患者さんの指摘を真摯に受け止めて直していかないといけないところね。だから青木さんが言うことクレームだなんて思ってないし、煙たがってもいない。看護師の落ち度はしっかり認めて改善していかないと、ここの病棟も良くなっていかないしね。だからはっきり言ってくれる青木さんみたいな存在はむしろありがたいのよ。そうなのか。そうよ。だから何か不安なこととか困ったことがあったらすぐ言ってちょうだい。じゃないと何を求めてるかわからないからね。なんか
めんな。あんたらのこと勘違いしてたよ。無理言ってごめんな。いいのよ、分かってくれれば。こんなにちゃんと話を聞いてくれたのはおばちゃん、あんたが初めてだよ。誰がおばちゃんよ、あんたも。あんたピチピチの20代なんだからね。お、20代 ?20 代は無理があるだろ。ちょ、なんだよ。あるじゃないよ。あ、馬場さん、大丈夫でした？ん？大丈夫って何が？いや、青木さんの対応ですよ。文句とか言われませんでした。文句？文句なんて言われてないけど、ま、ちょっとだけバトルはしちゃったけどね。バトル？やっぱり言い争ったんですね。言い争ってなんかないわよ。ちゃんと青木さんの話も聞いたし、私の話も聞いてもらったわ。ま、青木さんも最後はちゃんと謝ってくれたしね。あの青木さんが話を聞いてくれたんですか？うん、ちゃんと聞いてくれたわよ。みんな文句言われるとすぐクレーマーだなんだって言うけど、それは相手のことを理解しようとしてないわよね。言葉をそのまま受け止めるんじゃなくて、この言葉の奥にある本質を見抜かないとダメよね。確かに、口うるさい患者さんで片付けてしまってたところがあるかもしれませんね。そういうこと。もうこんな時間じゃない、早く休憩回すわよ。はぁ、つやつや。にしても、あの青木さんが謝ったなんてにわかに信じがたいですね。いや、本当に。でも、さすが馬場さんだね。ですね。お疲れ様。お疲れ様です。ん？何を、なんかみんな疲れた顔しちゃって。いや、今日は忙しすぎて午前中だけですでに疲れましたよ。青木さんの対応もありましたし、もう動きたくないです。同じくです。もう若いんだからもっとしっかりしなさいよ。まあ確かに忙しかったけど。はあ、食欲もないけどなんか食べないとな。コンビニでも行って買ってこようかな。新庄くん、またコンビニ？そんなんじゃねえ、午後乗り切れないわよ。お弁当作ってくる元気なんてないですもん。まったくダメね。もう俺、野菜たっぷりの黒酢酢豚作ってきたから、これ食べなさい。疲れてる時にはね、これが一番よ。え、酢豚って疲労回復にいいんですか？ば、そんなことも知らないの？黒酢に含まれている酢酸にはね、疲労回復の効果があるのよ。野菜もたっぷり含まれてるから、もうこれ食べれば午後も元気いっぱいでモリモリよ。ああ、そうなんですね。いただきます。美味しいです。美味しいです。でしょ。あれ、伊勢川ちゃん、どうしたの？そんな浮かない顔して。いや、なんでもないです。その顔はプライベートで何かあったって顔ね。え、どうせ彼氏と別れたとかそんなとこかしら。なんで分かるんですか？そんなの顔見ればすぐ分かるわよ。どうせまたダメ男だったんでしょ？そうなんですよ。定職にもつかずにフラフラして、ほんとダメなやつだったんですけど、なんかほっとけなかったんですよね。で、そのダメ男とはどうなったの？急に連絡取れなくなっちゃって。こういうことは今までに何回もあったんですけど、今回は1週間も連絡なくて。あら、それは心配ね。でもそんなダメに振り回されちゃダメよ。あんたは面はいいんだから、さっさと切り替えて次を次、人生の先輩として助言しとくわ。馬場さんにはそういう経験あったんですか？そりゃこんだけ生きてればいろいろあったわよ。でも一つだけ言えるのは、追う恋愛はうまくいかないってこと。特に女はね、自分の魅力に気づけずに離れていく男なんて、さっさと忘れて次に行くのが一番よ。馬場さん、なんかちょっと元気出ました。そうそう、その笑顔よ。伊勢川ちゃんの笑顔が一番似合うんだから。ところで、ススタ君の仕事は慣れてきた？いや、全然ですね。昨日もインシデントしてましたし、自分ではスケジュール立てて動いてるつもりなんですけど、なかなかできなくて。そうね、新人は悩むところよね。なんか先輩たちみたいに動ける自信が全然ないんですよね。ば、何言ってんの。新人の頃からね、そんな完璧にできてたら苦労しないわよ。私が新人の頃なんてもっとひどかったんだから。え、馬場さんも新人の時は苦労したんですか？当たり前よ。ススタ君の方が100倍マシだったわよ。昔は今よりも女社会だったからね、新人いじめみたいなのも日常茶飯事だったし、守ってくれる人も全然いなかったからね。そうだったんですか。辞めたいと思ったこと
なかったんですか？そんなの毎日思ってたわよ。じゃあどうやって乗り越えたんですか？そうね、誰よりも負けず嫌いだったってとこかしらね。負けず嫌い、ババさんいつも温厚なのでそんなイメージなかったです。若い頃はね、せっかく頑張って取った国家資格だったし、職場環境も決していいとは言えなかったけど、こんな人たちのために辞めてたまるか、いつか見返してやるって、そんな気持ちだけで突っ走ってきたわ。あの時の経験があったからこそ今こうやって人に優しくできるのかもしれないわね。ババさんにもそんな時があったんですね。僕はまだまだですね。もっともっと頑張ります。そうよ、新人の頃はね、苦労してなんぼ、その苦労がいつか報われる時は来るわ。なんかババさん、みんなのお母さんみたいですね。ば、何言ってんのよ。こんな出来の悪い子たちね、もっと覚えないわよ。いやちょっと食べなさい。さて、午後も頑張りましょう。はい、はい、はい、じゃあカンファレンスするんで集まってください。はい、はい、じゃあ今日は昨日起きてしまった点滴の急速落下のインシデントについて話し合いたいと思います。当事者はススタ君だったよね。はい、じゃあ状況を教えてもらってもいい？はい、昨日は業務が立て込んでいたのと、うん、他の患者さんの対応で時間通りに点滴の確認ができず、うん、結果的に急速落下をさせてしまいました。うん、誰かに点滴を見てもらうように依頼とかしなかったの？あ、してなかったです。え、なんで？え、皆さん忙しそうにしてたので。忙しそうにしてたからってさ、それでインシデント起こしてたらよくないよね。すいません。そもそもススタ君さ、ほうれん草全然できてないよね。新人なんだからそこはしっかりしないといけないんじゃない？確かに他の新人さんはほうれん草しっかりできてるし、ススタ君はそこが課題かもしれないね。すいません。ちょっとちょっと、みんなしてススタ君をいじめるような真似をしないでちょうだいよ。もうこういうのはね、原因と対策を考える場でしょ。いやでも新庄君だってこの前まで同じようなミスしていたじゃない。自分のこと棚に上げないでちょうだいよ。ついこの間って何年前の話してるんですか？私にとってはね、そんなのみんな同じことなのよ。もうね、何年もこんなとこにいるとさ、もう誰が何年目とかもう分かんなくなってくるのよね。はあ、もう年取るって嫌だわ。もうさ、最近は腰もさ、もう痛くってさ、もう整骨院とかにね行くんだけどさ、もう結構看護師の人も来るみたいよ。もうね、みんなこれ若いからって油断してるとね、こうガッと急に来るんだからね、もうぎっくり腰になってなってみなさいよ。もうほんと大変かなって、大変なんだから、ね、ちょっと、馬場さん、あれだ、ちょっと私たちもう関係ない話しちゃってじゃない。もう新庄君ったらもう本当にすぐ話しとれるんだから。いや僕は何も話してないですよ。ババさんもうさっきのことも忘れちゃうようになったんですか？ダメだおばさんよ、あんたもうね、本当になっちゃうね。すぐ人をおばさん扱いしてね、もう本当に。いやもう、ね、もうひどいったらよ。ちょっともうこんな時間なんで、カンファレンスはまた今度にしましょう。じゃあ解散ね。はい。なーに暗い顔してんのよ。ね、さっきのカンファレンスのこと引きずってるんでしょ？いや、それはそのさっきはみんなああいう感じでススタ君を責めるような言い方しちゃったけど、みんなススタ君のことが嫌いで言ってるわけじゃないのよ。それは分かってるんですけど。何よ。そのインシデントするたびに僕って看護師向いてないんじゃないかなって思うんですよね。ススタ君は大丈夫よ。大丈夫って何が大丈夫なんですか？だってススタ君は誰よりも優しいじゃない。確かに仕事はちょっと雑なところがあるけど、誰よりも患者さんと向き合ってると思うわ。仕事ができるようになるとね、どうしても業務優先になって患者さんとの時間が取れなくなるのよ。本当はもっとちゃんと一人一人と向き合いたいと思っていても、それができなくなるのよね。だからススタ君には患者さんと向き合う気持ちは忘れないでほしいよね。馬場さん、だからといって点滴確認もしなくていいわけじゃないけどね。すいません。ほら、そんな暗い顔で仕事してたら患者さんまで暗くなっちゃうじゃない。切り替えて頑張って仕事しなさい。はい。はあ、午前中清潔機は全然できなかったから、
なんとか午後も巻き返さないと。ちょうどいいとこに新庄くんいた。何ですか？ちょうど力持ちさん探してたのよ。え、まさか。大変か、一緒に回ってちょうだい。私腰が痛くて一人じゃ無理なのよ。いや、僕もこれから清潔ケア回ろうと思う。ごちゃごちゃ言ってないで、さっさと行くわよ。ありがとう、助かったわ。いいえ、じゃあ手伝ったんで僕の方も一緒に。あれだ、もう15時じゃない。私点滴やってこないといけないから、ちょっと行ってくるわね。ほんと自分勝手なおばちゃんだな。ちょっとババさん。あら、青木さん、どうしたの？これ見てよ。あら、お孫さん、かわいいわね。さっき動画送ってくれたんだよ。そう、もう笑いだね。見えるか？目に入れてもね、もう痛くないぐらい可愛いじゃないの、もうねえ、ほら、どう、名前は何て言うの、名前は、名前、名前勝彦さん、勝彦さん、え、いつの間にあんなに仲良くなってるの。アバさんって、ほんと人から好かれますよね。時々、とんでもなく憎たらしい時もあるけどね。わかります。でも、あの裏表のね、性格が人を助けてるんでしょうね。まっすぐな性格もそうだし、ほんと気遣いがすごいんだよね。私もそうですけど、多分馬場さんに救われてる人たくさんいると思います。まあ経験値が違うからね。そんなこと言ってるとまた怒られますよ、私をおばさん扱いしてって。だな。うわ、やっと終わった。スーさんの仕事どんな感じ？この記録書いたら終わりです。よし、じゃあ早く終わらせて帰ろう。はい。何これ、おかしいよこれ、何よこれ。馬場さんどうしたんですか？いや、もうこのコンピューターさんがおかしいのよ、もうさっきから全然動かなくって。え、またですか？ほら、昔は紙カルテだったじゃない、だからコンピューターさんは苦手なのよ。いつまでそんなこと言ってるんですか、そろそろ慣れてくださいよ。ちょっと見せてください。はい、治りましたよ。ありがとう。さすが新庄くんね。あ、ついでにさ、この前の病棟会の議事録印刷して市長さんのテーブルに置いといてくれない？あ、私この後、生活費の予約してやるからさ、もう行かないといけないのよね。ごめん、よろしく。最後まで馬場さんに振り回されてんな。あ、冷蔵庫にすべて残ってるからみんな持って帰ってね。疲れてる時はしっかり食べて元気にならないとダメよ。ほんと、馬場さんって自由奔放でわがままだけど憎めないんだよな。